新日本のワゲーポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本のワゲーポッドキャストの時間がやってまいりました。定例者マルコでございます。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫新日本のワゲーという落語会を毎月のように北沢タウンホールで行っております。その宣伝のためにやっております。聞こえてますか？いいから聞け。オープニングくらいちょっとやらせろこのやろう。取れてんのかどうか。いや取れてんだよ。逆切れする権利はないと思う。そう、本当にすみませんでした。あのちょっとどこまで言ったの？タイトル終わったら改めて謝りますから、ちょっと言わせてください。まずは私がレイレイシャマルコ、そして立川こちらです。はい、三遊亭満吉です。我々のプロデューサーがこちら、広瀬和夫です。よろしくお願いいたします。もう皆さんのっけからもうね、もう本当に申し訳ございません、なんか落語聞かされちゃったよ、2週にわたって。でもまあ面白かったけどね。面白かった、本当面白かった。何やったかね、知らないけど。ただのデブじゃねえとは思ってたけど。聞いてないでしょ、どうせ聞いてないでしょ。何やったんだてめえは。どうして天狗様きと最近得意だねそれ。満喫師匠がですね、あのちょっとお休みで3人で、はい、広瀬さんと大平師匠と私で撮ったんですけども、つなぎでね、じゃあいつも4本分撮ってるんですけど、で2回分にしましょうかと。満喫師匠いないからね。その2回分がちょっと私が5年間愛用しておりました、オリンパスの IC レコーダーが、そのタイミングでぶっ壊れてしまいました。オリンパスのせいですか？私がね、風評被害、それはシャープとかだったら今大問題になってるところだよ。シャープだから今身売りするとかなんとかですか？大問題じゃん。売れなくなっちゃうじゃんそんなこと。5年間私は乱雑に扱ってしまったがためにですね、私の自分のミスで ABEX の CD も、このポッドキャストもずっとこの録音機が撮ってくれてたんですけども、カウンター回ってたんですよ。今までね1回撮れてなかったことあったんですけど、ありましたありました。あれね、カウンター回ってなかったんですよ、よく見たら。でカウンター回ってたら撮れてるだろうと思って言い訳はしたくねえんだよ。無音だったという、言い訳じゃない。今事実を申し上げて、録音できてなかったんじゃなくて再生してたんじゃないですか、カウンターも。いや、違う、そうです。そんな操作したことない。再生してた、そんなことしてない。それかすごい遠くに置いてあったか、どっちかだと思う。ここら辺やってたろ、無音だったっつってんだろ。いくらか入んだろ。お前一番無能だな。おい、マキス。いや、俺は可能性の話をしてる。普段はね、僕も、自分のパナソニックでね、バックアップ撮ってるんだけど。お前、きしめん言うのよ、そうよ。展開言わなくていいじゃん、別に。ちゃんと働いてる。入るからね。そうだからね、満喫さんいないからね、軽く考えちゃってね。バックアップ取らなかったのね。それが失敗だった。すいません。僕の伊藤園の録音機材を持ってくれました。伊藤園だね、お前。お茶だろ、飲んでるやつ。お茶の会社じゃねえか。伊藤園だ、本当だ。ねえ。いや、本当申し訳なかった。面白かったんですよ、ね。ちょっとね、こちらの爆笑トークも入ってたんですけど。まあまあまあ、いいじゃないですか。そういうのもね、あって。歴史になりますから。歴史にね、満喫さんがいないという、やっぱりその、いない隙にやっちゃいけないという、そういう。ね、そう、今しめですよ、これは。おしめしですかね、そう。満喫さんが一番面白いわけだから。で、お前さ、なるべく来いよ。来いよ。ね、このポッドキャストの収録来いよ。でも売れっ子だから。そうなのよ。そう。あ、俺、いつも思ってんのよ。ちょっとごめんなさいね。はいはい、このトラブルのついでで申し訳ないんだけど、はい、満喫師匠が、この中でね、一番スケジュールが取れないんですよ。毎回ね、そうですよね。そうでしょ。マリちゃんも思うでしょ。そんなつもりで。それで、いつもさ、ほら、広瀬さんから、そろそろポッドキャスト撮った方がいいんじゃないですかって来るわけ。まあ、プロデューサーからまずそれが来るわけよ。ね、そうすると、あ、わかりましたって、俺がネットでそのスケジュールのね、やつを作ってみんなに流すんだけど、俺と広瀬さんは、一番日数があるわけよ。ね、可能性が。だから、いくら俺いっぱい日数出しても、最終的には結局この1日しかありませんでしたって言って、満喫長の都合で1日になってるするわけじゃん。確かに。だったらさ、初めから満喫が OK な日を先に出して、そうだ、確かに、そこにみんなが合わせれば。そうですね、それは違うでしょ。違う、そうじゃなくて。何が違うの？いや、満喫さんが OK な日を出してもらったら、そうそうそう、満喫師匠がスケジュールの管理をすれば全く問題ないのって。いや、管理はできないでしょ。管理するよ、じゃあ俺は。おファックスでいい？お前やってんじゃん、メールで返事くんじゃん。そうそう、だってあのこれを作らなきゃいけないでしょ。教えてやる、教えてやる。
教えたらすぐできるもんだ。できる。だったらやるよ。俺やる、やらねえなんて一言も言ってねえし。そう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 。やるよじゃあ。でも別に俺はほらやってないの責めてるわけじゃなくて、うん、仕組みとして、うん、俺が作るのは間違ってたんじゃないかって話をしてる。ただでも二三日遅れていくかもしれない。それで。そんなことない。その日作ればその場で出るから。まあでもあれだね、あのネットであれを、うん、あの表を作って、うん、書き込んでいくシステムは、うんうん、特に必要ないかもしれないね。ね、そうなんですよ。ら絞られちゃうから、ね。そう、マキス師匠がこの日とこの日っていう、いやいや3人宛てにメールくれれば。いやだから本当そう、あのほら北沢タウンホールから、うん、この回をねいつやるかのメールって、うん、館長から来るじゃないですか、何日か何日かってすごいピンポイントで来るじゃないですか。そう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 、何日か何日かでしょ。だからそれを、うん、マンキスさんに最初に僕が例えば聞くとかね、マンキスさんはこの辺り何日と何日空いてるけど、それでじゃあどうしますか小白さん、マルコさんで聞くと、でマルコさんが地方で営業してるからダメとか、ダメ、そう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 、でじゃあ2人で3人でやろうか、3人でやりましょうね、山口だろみたいな、そうやどっか行ってるんだよ、どっか行ってるから地方で、おかしいですよそれ、またなんかね鉄砲ぶっぱなしたりなんかして、なんで喜んでんの、山口の営業は OK なのに俺がちょこちょこ仕事行ってたら気が合う、それは満喫さんが大事だからです、そうそうですか、やっぱ真打ちだもんそこは、そう真打ち、2つ目は機材だけ持ってくれ、うるせえよ、しかもやめた、でも機材も6本の機材も役に立たないし、終われちゃったよごめんなさい、すいませんでした、いやモノエポケットに入れててパツンパツンだから潰れちゃったりとかしたそうそうそう、汗でにじんでバカ野郎5年間何度次扱ったから壊れちゃったんだよ、無理がバラバラ、だからそのこれ取れてなかった1回目はね、うん、小白さんのぎっくり腰の話したんですけど、ね、どうしましょうそれ、別にもう治っちゃったしね、治っちゃった、なんか新鮮なネタじゃなくなっちゃった、ね、え残念だな、いやそれだから2度同じことできないでしょ、できない、なんでわかんない知ってるよで、あんだけセリフ覚えらんねえっつってんだからつうか満喫師匠あんなにねスケジュールバツ出してね、うん、どこ行ってたんですか、バツ出しててその日は行けないんだからしょうがないでしょ、どこ行ったって、だってこの収録は朝の10時からやってるんですよどんだけ早いな、いちいち怒っちゃったよ、まずいよ、地方行ってたんですか、それ何の罰をつけた日の日後はいつだったか覚えてない、いつだったかね覚えてないけど、うん、確かにね、2月、あすごい手帳がびっしりですね、スケジュールやっぱりな、忙しいな、一之助か満喫かっていうぐらいびっしり、今僕超忙しいんですよ、あ、小白さんね、そう、あのなんかね、うん、はい、あ、いいですよいいですよ、いい、うん、これ1月数えたんですよ僕、あ、そうそうそう、1月数えたら、うん、100席やってた、落語1月に月で、うん、すごいですよ、1日3席ペースすごい、3席以上だ、100席すごいですよ、100席やってた、びっくりした、だから独演会を1日に2回とかやってる、2回とか3回回しとかあるから、ね、3回回し独演会を、独演会をいや三教師匠みたいですそうそうするとほら3席が3回でも9席の1日で、ああそんなことやってたら100席になった、俺100席かける12ヶ月だったら1200席だからね、うん、それはそれ何の計算した今12ヶ月うんだから1年か1年でね、うん、びっくりした、そんなやってんだと思って1年の計算しただけだのになんで来たかってるんだね今のおかしくないよ、そうですよね、カチンと来たんですよ、なんか向こう岸にあったカチンと来る褒めてんだから1200はすごいよと、カチンと来て何でも12勝手にかけてんだよ人の努力に勝手に12かけんなよと思って勝手に12かけんなよって意味が分からないけど意味分かんないじゃねえか意味分かんないだろ、うん、これがシュールレアリズムというもううるせえよそういう意味じゃねえよ俺が言いたいことと違うよ違ったなぜ怒られたのかが分かんないそうねなんで切れんのかこいつらよ、うん、本当にこいつら、うん、こっち側かなんか、ね、どこ行ってたんですかとかうるせえよいいじゃねえかポッドキャスト聞いてる人からね、うん、大体あのどういう席の配置になるかなってるか分かるって、その小白満喫組、あ小白、うん、丸子組対、うん、広瀬満喫組で並んでるんでしょ分かりますよ絶対これね偏りがあるもん、あなんか並び順でそういうキャラクターで出てきちゃうのかな、あっていうか丸子さんがねあの小白さんに反論しないとかね、そうおもねってんだよこいつおもねめてはない、違う丸子さんね俺のこと好きなのよ、そうよ、うん、そう本当そうね、本当それは見てて手に取るより分かる、なんで腹立つのそれが、別にいいじゃん、いや別にこっちに対して、うん、あの好きなのはいいんだよ、うん、俺のことは
嫌いなのも腹立つ。嫌いじゃないですよ別に。ほら俺の言うことに反論してきた。いやいや、めんどくせえなこいつ。待って、すげえめんどくせえな。反論しねえとさ、逆らうな俺に対して。俺は俺のことだよ、お前は嫌いだと言ってるんだ。じゃあ、じゃあ満喫師匠のことは嫌いです。なんで嫌いなんだ。どうしろっつんの。どうすんのこういうこと。一番めんどくさいタイプ。いや、一番めんどくさいの広瀬。おい、やめろやめろやめろ。プロデューサーだぞお前。さっき録音の回ってないとこでね、ちょっと話出たけども、ね、この人は器が小さいって話が本当だよ。焼き切れそうになりながらフォローしたよ。大丈夫ですよ。マンキスさんとかコシラさんとかだったね、まあ、僕がいないところで僕の悪口言ってても言わないし、ね、俺は言うよ。言って大丈夫。いないところで全然言う。いないところで全然言うけど、やっぱいた時の方が悪口盛り上がる。そう、盛り上がる。違うよ。いない時で悪口盛り上がんないのよ。悪口っていうのは体裁のことでね、つまりそれはまあ、うん、気持ちよくなることを前提にしてるわけじゃない。そう、してない。よいしょなわけです。違う違う違う、俺はもう完全な悪口だもん。よいしょだよ。でも僕らさんはね、フォローは入れない。でも越谷さんは、うん、あの多くよくあるけど、うん、その僕が聞く限りですよ、うん、僕が聞く限り本当の悪口は、うん、千のうち2個とか3個だよ。まあ本当言わない。千密だね。本当の悪口は千密。越谷さん本当はいい人だからね、やっぱり、ね。うん、まあ、正直言っちゃうと俺ね、うん、人に興味がないから悪口が湧いてこないよ。そうだから上っ面だけだから。すごいなんか僕のことをねネタにする時だって本当に上っ面するしかない。そんなに興味ないんだ。だから印象に残る残り方が、うん、いい悪いっていう意味で悪いっていうことを思い出した時は悪口になってるけど、うん、それ以外は悪口じゃないの、うん、この人言ってるのはね。そうそう、悪口風に言うの的には、そう、うん、性格は悪いと思うよ。基本的に言ってる人のこと好きだなって。ごめん、ママ今何つったお前。はい、うん、今何つった何も俺が俺があの悪口は言ってないみたいな、すごいいい話してたじゃん。うんうん、もう一回自分の声でさ、うん、え、今川さん言ってもらう。いやだからその悪口、うん、性格は悪いと思うよ。何つった今。今何つったお前。はい。はいじゃなくてさ。今何つった。取れてんの。取れてる、バッチリ聞こえたよ。取れてんの、うん、取れてる取れてる。また取れてないっつって。いやいやいや、いや星野さんはでもいい人ですよ。僕が ね, ねいないところで何言っても構わないけど、うん、僕は縁もゆかりもない、うん、興味もない芸人がいる。録音の待ってないところで話したやつだこれ。実は、うん、実名は出さないですけどね、うん、僕が興味も何にもない芸人が勝手に僕の悪口をね、うん、言って、うん、今更すり寄ってきたって遅えよみたいなこと言ってるって。やべえなこれ。やべえな、ね、本当にそういうことがあったとしたらね、うん、僕すり寄る気持ちもないし興味もないし見に行かないんで、うん、安心してください。多分ねマグナム小林のことなんだ。多分やり方を覚えてもらいたいなと思います。マグナムさんは好きです、ね。あの宮でね水割り作ってもらったもう一人の子じゃないから。危ない。どっちでも危ない。危ない。危ない。マグナム地雷が埋まる。マグナム小林やばいでしょそれは。話が宮に行っちゃったら荒の方向に。まずいまずい。じゃなくてね、話をそらしたつもりで、ね、地雷源だったっていう、ね。そうそうそう。そっちもあったか。シャレです。シャレです。ね。シャレですからね。シャレですから、シャレをもうね、だどういうように、まあ、アニさんの場合根本的にその悪意がね、うん、ないからシャレになってない、相手のシャレが、シャレがこうね、で、シャレとしての側面が前面に出やすいということでね。で、話題はそれどうしたんですか、で、何の話でしょう、ぎっくり腰なんですか。ぎっくり腰です。なので、ぎっくり腰もう収まっちゃったから、うん、もういいかってなって。あ、じゃあ録音が無駄になっただけで終わりってこと。そう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 。すっごい無駄。もう一つの話はどうしますか。もう一つ、うん、もう一つの話。あ、これはうちのせがれの話をしました、ね。あ、そうそう、マルコさんのね。もう全然印象残ってない。怖い。なんだっけ。大丈夫大丈夫、覚えてない。ただ記憶力が悪い。大丈夫大丈夫。マルコさんが母乳をあげてるって話ですよね。確かに。うん、あ、そんな面白い話だから、うちのせがれが泣くんだと。あ、うん、で、あのうちのかみさん、まあ、疲れて寝てる時に夜中にそのおっぱいあげられないから、うん、こっちは疲れてるおかみさん の,、はい、あの服を脱がしたりはするのもあるの。いや疲れてるからそういうことはしない。しない。疲れてなければ、疲れてなければすらするかもしれないけど、うん、そうで、でも子供が写真を写真だから撮らなんでハメ撮りしなきゃいけないんだよ。写真ハメ撮りって言わない。ゲスの極みだの。ゲスの極みとか言うだろ。それはまだハメ撮りの写真流れてないよね。極みだ極み。文章は持ってるよ畜生。
センテンススプリング。センテンススプリング。そうか。スプリング持ってるのか。そうね。分子賞はフライデーですから関係ないですからね。そこで分子賞の名前出さなくてよかったんじゃないですかね。学校協会的には。びっくりだよね。こっちの2人は土手組だからいいけど。おい。こっちは土手組だから変わる。悪口の連鎖を生むな。どんどん悪口で繋がったわ今。こっちは天狗連だから関係ねえけどよ。どんどん自分を落としてるんじゃないよ。天狗連では。天狗連は素人だよ。そうそう。土手組であって天狗連ではない。いやだからうちの落ち見習いだから。そうでもいいと思うよ。落ち見の地下を見習いかよ。だから神さんが疲れて寝てて、ね、うん、3時間おきにおっぱいあげないといけない、大変、泣くわけですよ、うん、でうちの子供は泣くとき4回アイドリングをするんだって、ね、あ来るなって思うんですね、うん、って鳴くわけです、うん、で神さん本当にこの間すごいでかい声出したんですよ、ね、嘘それでうるさいなと思って、うん、でも満喫さんの笑い声ぐらい大きな音が、うん、だからリスナーはびっくりする、うん、今日はやらなかったよ、脅かすんじゃねえバカよ、すいません、ね、だって満喫さんの笑い声はね、もう本当に遠くまで聞こえるんですごいですよ、すいません、素晴らしい、さすが芸人、いいのよ、どうせほら喋ること面白くないんだから笑い声で入っとけよお前、そうか、うるせえバカ野郎、うるせえバカ野郎、2回言った。でも奥さんが疲れて寝てても、はい、胸ははだけたまま寝かしとけばいいじゃないですか。いやいやいや、写真撮りながら寝かしとけば、なんでハメ撮りしなきゃいけない、暖房すればいいじゃないですか。確かによくあの豚とかの映像でありますね。出したまま寝てるのいるよね、出したまま寝てる、寝転がって、豚は服着てないから、うちの神さん人だから着なくていいじゃないですか、着なくていい、寒いでしょ、暖房すればいい、あいさん今服着てんのか、服着てるよ、着てんのか、それ何だと思ってんだよ、だってセックス、毛皮じゃね、裸になって、いやセックスとか言わないしないんですか、下から子供いるんでしょ、授乳とセックスは違うでしょ、違うけど、でも、まあ、セックスの結果生まれて授乳なんだから遠くはないよ、遠くはないけど、だからあったかくしとけば裸になれるでしょって話、ジュしてるんですよ、何それ、スポーツクラブみたいなやつシダックスだ、シダックスね、なんでだからそう胸に赤ちゃんを与えればいいじゃん、ピャッとか、うん、頭持ってピャッと、起こすのはかわいそうだから、その間に起きないよ、 その程度じゃ、だってもともと豚だろ、怖い、豚じゃねえよ、子供育てたことねえ2人が何言ってんだよ何にも知らねえ2人が何言ってんだよ、豚なんかずっと寝てるとこにグッて押し付けりゃそれで休憩飲むだろう、豚はそういうもんじゃねえんだよ、豚の話であってんの、マルコさんは豚だとしても奥さんは違うわけですよ、奥さん違うのか、うちのせがれが豚と人間の愛の子みたいじゃないですかむしろ豚の要素が強いじゃないですか、あ、マルちゃん気をつけて、うん、ちゃんとした放送だと、はい、愛の子 NG ワードだから、そうだよ、絶対言っちゃダメだよ、ほら愛の子って言って、うん、俺スポンサーに謝りに行かされたから、マジですか、マジで本当だよ、気をつけた方がいいよ、気をつけます、この放送だからいいけど、本当だ、はい、あれやってんじゃん文化とか、いつも言ってんだ、気をつけた方がいいよ、はい、それ俺もう先輩としてそれはちゃんと伝えたかったけど、何やってんの、うん、オフで言ったら伝わったから、ほら放送上でちゃんと教える、考えろ、もう何なんだろうな、昔はでも OK、 昔は OK でした、1972年だかの、パックインミュージックをね、CD になったやつを僕愛聴してるんですが、その中でやっぱりその自分がハーフであるからいじめにあったっていう最後の回で、でそれをだからその NG ワードを使って自分がそう言われてるっていうお便りがあってね、でそれをあの読みながら野沢那智さんが泣いちゃったっていうやつがあるけど、でそこにはでもだからその放送上不適切かどうかとかそういうことは関係なく、まあ、本人が言ってるからってのも、ね、うん、あるかもしれないけど、うん、そのワードは使われていて、うん、で それを聞きながら、うん、あそういえば小白さんはあれはね、愛の子ってのは NG だって言ってたなと思って、うん、最近めんどくさいですよね、だからね、びっくりよ、一人でも聞いてる人が不快な思いをするならばそれはまあ、いやいや誰も不快な思いしてないかもしれないけど、それはもう自粛っていうのはそういうもんですもんね。ね、そうそうそう。なんか最近の話ですけど、うん、航空会社の CM で、うん、あの外人の鼻をねこうつけて、うん、鼻眼鏡ってあるじゃないですか、パーティーグッズで、はい、あれをつけて CM 撮ったら1日で差し替えだったらしい、うん、そうなんで。いや俺の鼻はそんな長くないって言って、外人バカにピノキオか嘘ついたから伸びたのか、これはお前の会社は嘘つきだ、うん、あでもねそれで言うと、うん、僕あのあるところの原稿でね、うん、女流落語家って書いたら女流は NG だって言われた、
男だったんだそれ。差別だから。いや違う違う。違うよ。いやなんかジェンダーフリーみたいなことなのかな。普通に流そうと思った。食いつく必要もないような。すいません。そんな価値もない話。価値もないんだよ。何技だと食いついて。俺今のは悪口です。そうだね、こういうのは悪口だよね。いや女流っていうのはダメなんだ。だから言われた。で一度 NG って言われたんだけどもう一度書いてみたね。やっぱり NG だった。広瀬さん食い下がります、ね。そうだってだってだってあの女流の話し家さんが例えばね自分のホームページでね、うん、だあの女流のそれこそ女流って今言ってるけど別にそれ NG ワードじゃないよね。うん、そうね。で、うん、あの日本の女流話し家第1号と言われてるのは髪型の方ですよね。宮古市長そうですね。でホームページで女流噺家第1号って自分で自己紹介してるわけです、うん、まあ女流って言ってるわけですよね。でそれをでもだからその噺家は、男か女かをその区別するようなものではないはずなんだという前提に立つんですって。だからそれはなんかそれをそれこそ、うん、あのなんだ客室乗務員とか。ああなるほどね。スチュワーデスね。それがなんかだから看護師とか看護婦が看護師ね、あそれに近いものがあるらしいんだけど、うん、でも自分ではだって女性であることを女性話し家とは言わないで女流話し家って言うでしょとは言ったんだけど、うん、やっぱりそれはなんか、うん、いやとにかくちょっと、それはどっち側なんですか。あのその話し家側が NG を出してじゃないってことじゃないですよね。じゃないですじゃないです。だからその倫理的にってことを言ってるわけですよね。原稿を受け付ける側で、その原稿ではあのそれだからじゃあ女性の話かっていう風に書き換える、うん、だって女流であることを言ってみたら前面に出して、うん、それを商売のネタにもするわけじゃないですか。まあね、うん、でもそういう風に取られるとあのそれはあの良くないと思う人がいるかもしれない、だから普通の落語家の方に男流ってつければよかったんじゃないの。あ全部にね、うん、男流落語ややこしいよもう。女流落語家の、ね、でも実際それに近いものがあると思うんですよ感覚は ね、 ね、だから男は男って言ってないのに女だけ女っていうのはどういうことなんだみたいな、うん、でもねそれは自分がそうやってアピールすることによって得だからするわけじゃないですか、うん、男がこれだけいる中女がわずかだから、うん、そこで女っていうことによってそこで価値が生まれるわけじゃないですか。そうだからうん、そこのところを、うん、あの特徴として捉えて記事にするわけじゃないですか。だから僕が、うん、例えば、うん、あのピッカリ小春二人会があってね、うんうん、そのちょっと厄介のところ引っかかってきたなこれ、ね、いやだからこのピッカリさんと小春さんは、うん、あのまず名前見ただけじゃわからないじゃないですか、うん、だからそれはこの二人は人気女流落語家だっていう前提が知らない人には必要じゃないですか。そうですよね、うん、ね。だからそれピッカリさんはね写真見ればわかるけど、もうやめろやめろやめろ、小春さんもわかりますよ、わかる匂い立つよ、なんで分けたんですか。小春さんもわかりますよ。そうなんだけどね。いやだからやっぱりそのそれはこの人はどういう人なんだっていう時に、うん、例えば髪型の人か、うんうん、ね、あのこっちの東京落語の人なのかとか、うんうん、それはあの円楽一門会なのか、うん、落語協会なのかとか、うん、そういう情報の一つとして、はいはいはい、女性であるってことを言う必要はやっぱあると思うんですよね。そうですよね、うん、演目的にもだからそれを女性であるということをね、うん、あのそれをマイナスにしないむしろプラスにしているものをやってるということを書きたかったんですよ、うん、はいはい、ね、だからあの講釈が、うん、あの女性多いじゃないですか、うん、でそれはやっぱりその講釈のスタイルそのものも会話、うん、中心じゃなくて、うん、ね、あの字の語りが多いから、だから女性が字の語りをやること自体そんなに不自然じゃないっていうようなものが、で実際数も多いから女性の方が、うん、だからあの女流の講釈師というのを、でもその場合でもやっぱり女流とは言うでしょ普通ね、うん、でもそれが不自然じゃない、うん、まあ、それは置いといて、そのだから落語の形態の中で女性がやって不自然に見えることってやっぱあるじゃないですか、ね、うん、でそれをだから例えば白鳥師匠は新作落語をやることによってその不自然さをなくすんだということで、で実際スイカさんなんかはね、はい、女性ならではの新作落語をやってる、うん、で例えばピッカリさんなんかもあの女性だからこそっていうネタをやってて、でこれはすごくピッカリさんに合ってていいなと思ったとか、うん、で小春さんは女性なのにこんなにその不自然さを、うん、てね、そう、いや不自然さを感じさせないっていうね。でその時やった僕があの見たネタで、あの平家物語ってやったの、まあ、いわゆる源平なんだけど、うん、それをだから小春さん自分で作って、
家元と違うやつを本当にその家元のところに行く前の前段を作って、うん、全部地の語りな、このスタイルはそれすごい面白かったし、うん、で小春さんねあの口調もいいから、うん、すごく綺麗に聞こえたし面白かったんで、こういうのはいいなと。でこういうのはやっぱりあの女流である人も、うん、こういうのだったらありという一つの考え方だなとか、うん、手段としてうまいなと思ったっていうようなことを書きたいときに、うん、やっぱり女流って言うじゃない、言いますよ、それは NG なんだって言われたところがありましたね、それじゃ逆に今度小春側が、うん、すいませんそれは女流って表記でお願いしますって出版社側に言ったらどうなるんですかね。それはそうでしょうね、あの、うん、それはそうしてくれって言ったらそうなるでしょう、あ、うん、だから本人たちがそれを主張してるならばみたいなことになるかもしれない。あ、なるほどね。 でもその昔ね、確か落語協会で、うん、カルタ師匠とか菊池雄師匠が真打ちになった頃は、はいはい、女真打ちっていう言い方をした方がいいっていうことを新潮師匠が言ってたんですよね、っていういつの間にかなくなったんですよね、うん、だからまあ古い方はあの落語というのは男性のものであると、うん、で、まあ、女性の話し家が、まあ、だんだん増えてきましたよね、うん、でも最初の頃はお前は色もんで下手もんなんだから、うん、だから、まあ、ちゃんと芸を磨けという意味なんですけども、うん、そういう言い方をしてるんですね。だから、ね、うん、差別ありきというか、うん、もう女は落語をやるもんじゃないという、だから頑張んなきゃダメだよっていうことがもう前提としてあるんですよね。ひょっとするとその当時の価値観があの流れてるんじゃないかと、今も流れてるんじゃないかという配慮のもとに、うん、女性をあの改めて女流話し家っていう必要はないんだと、うん、性別を言うなら女性だみたいなことになる、なればいいのかってことは、ね、いやでもそんなこと言ったって、ね、800人が話し家がいるうち何人女性がいるんだって話ですよね。だって女が出るだけですげえおじさんの100いっぱいじゃん。すごい増えましたよ、増えたからびっくりするよ俺、あれよ、オースで自分の会の真裏が小春ぴっかりだったのよ、はい、名古屋で散々な客だったもん、こんな減っちゃうのっていうぐらい、みんな小春ぴっかり行ったんだ、みんな小春ぴっかり行っちゃって、びっくりよ本当に。男女の性別の場合はね、うん、あの男女って分けられない場合もあるじゃないですか。なことないよ、性別としてね、そうなの、ジェンダーがさ、うん、つまりあの相談所専門だったからね。まあそれはそれとして専門なんだ。どういう専門なんですか。大学でやったんですよ。あ、そうなの。うん、まあ、ジェンダー文学をやらせていただいてます。本当ですか。で卒論を太宰治で書こうと思ったら、あの受け取らないって言われて。どこ行っても嫌われてるね。どこ行ってもどこがジェンダーなんだ。まあでもそういう対馬優子のね。対馬優子の本を読んでたから、あ、まあ太宰治もつながりがあるかなと思って、太宰治でいいんですか、うん、って、うん、あのね、あのヘビーメタルでガールズメタルっていうのがあるんですよ、で最近それはあの結構一つのジャンル的にね、なってきて、ただそれをあのガールズメタルって言い方するのもね、実はどうなのかなって言われてる側としてはやっぱりそういうふうに言われたくないという意識もあるかもしれないなと思った、あの以前ね、そのお嬢さんの嬢と書いて嬢メタルっていう言い方をする人たちがいて、それは明らかに、ね、嫌がられてた、うん、あ、そうなんだ。で僕もそれはね見た感じ嫌だし、自分で書く気はしないね、そういうのはね、キャバ嬢みたいに思っちゃう、そう、まさにそういうことね、そうなんだ、それはね、そうだから、うん、でガールズメタルっていうのは、うん、あのどうかな、そういうふうに言うとやっぱ簡単に分かるから、つまりバンド全員女性なんだよってことが分かるから、でだからその、まあ、使う場合もあるけど、まあ、でどうなんですかねっていうと、まあ、あんまりそう言われたくないっていう人と、まあ、別にそれはそれでいいっていう人、ただそのボーカルだけが女性な場合ね、あドリカムみたいなね、嘘、まあドリカム、そうね、まあ、そうジュディ&マリン、あーいいとこついてきたね。そう、バンドがその、今すぐキスミーのやつ、今すぐキスミーもそうです、曲名だから、なんでヒントをそのまま言っちゃったの、なんでヒントそのまま言っちゃったの、リンドバーグね、リンドバーグ。だからやっぱりそのバンドが楽器やってる人は全員男性で、ボーカルだけ女性とか、あるいはベースとボーカルだけ女性とかね、そういう場合って、でもあのアルバムレビューとか書くときに、それ女性がボーカルだっていうことを情報として入れないと、これちょっと不自然じゃないですか。やっぱりそれは女性がボーカルで、それはね、でもあのそれこそマルコさんがさっき言ったその古い考えの人はってことを言うと、ヘビーメタルは男がやるものだって考え方もあるわけよね。そういう
考え方する人はいるわけ、うん、頭の固い人はね、でそれはそういうのは僕はナンセンスだと思うけど、でもだからそういうことも含めて、うん、このバンドはボーカル女性ですよってことは言わなきゃいけない、だから女性ボーカルでっていうことね、うん、するでしょ。でそれをだからそのそれをまああのヘビーメタルみたいな音楽だから女流とは言わないけど、うん、いやその場合女性ボーカルで、僕あのある時アルバムレビューで、はい、女性ボーカルのバンドのレビューなのに、うん、女性って書いてないけどって言ったことはあるんですよ。あやっぱそう、僕はやっぱ読んでて、うん、ボーカルが女性だったらその情報は欲しいなと思うので、うん、ああでもそれはやっぱ男目線だからなんですかね。結局あのいややってること自体が、うん、あの声を使ってるから、はい、違うじゃない。ね、だギタリストが女性とかだったらそんなにね。ああ、うん、なるほどね。でも女性の声で歌う、だからそのそか男の方が大半だから、うん、その中に数少ない女性なんだとしたらそれは情報として、うん、あれ女性ばっかりのところに男が入るんだったらそれは男性ってつくのかもしれない。そういうことですよね。そういうことだから落語の世界はそういうことかなと、うん、それと近いのかなとは思ってだからでもそれを女流話かっていうことはだから大事なことだと僕は思うので、だから それこそそれはその全然欠点でもけなしてもいなくて、うん、スイカさんにしても小春さんにしてもピッカリさんにしても、うん、ねみんなその女性だからこその魅力を持ってるからお客さんもさっき小白さんも言ったように来てるわけなんで、全然来んのよ、すげえのよ、ね、どんぐらい減ったんですか。ね10分の1は言い過ぎだけど、それでもそれ関係あるの、やっぱり関係あります。うん、名古屋ってあの落語人口少ないんで、あの会が重なると本当減るんですよ。で名古屋って結構でも落語会ありますよね。ありますよね。ありますね。それでもね、今まで他の人とぶつかった時は変動なかったんですよ、お客さん人数が、うん、初めてこんなに減って、どうしたんですかねって言ったら、お客さんの何人かが、いやあの小春ピッカリですよなんでお前ら詳しいの。そうでもそれなんか失敬だね、なんかね。でもしょうがない、それはだってツイッターとかでも言われたもん、なんで来ない、今日はあの欠席します、小春ピッカリに行くのでみたいな。ああオッケーっつって、あじゃあこの間の月刊10でしたっけ、あれ、はい、月刊10、はい、あれにあんな人数だったのは裏でスイカピッカリがあったありましたよ。あんま被ってないですよ、お客さんは。スイカさんだから。いやいやそんなことない。いや新作だから。いやいやピッカリさんとねスイカさんの会もあって、あこの間ね見に行くな、あったんですよ。僕そっちに行こうか天に行こうかどうしようかなと思ったんだけど、うん、マルコさんが出てるから、うん、であのあと編集部から歩いて行けるんで。どっちかというとそれ距離の問題じゃねえの。いやいや、やっぱり見ときたいなと、うん、いやあのギリギリまで悩まれたんでしょうね、うん、19時半の開演なのに19時にメールが来て、うん、まだ入ってます。今からそう今から行くけど大丈夫ですか。いや大丈夫です大丈夫です。それ辛い返信だね、入ってますかって心配されてるのにガラガラなんでしょ。だって言ったらあのテーブルが出てるんだ、うん、ゆったり座れます。ゆったり本当にもういつもはねなんかすごい大変なのに、うんうん、まあここ空いてますよとか言われてあここなら見えますよとかね、すごい後ろの方に席作って本当にすいません、ちょっと天にあまり力を入れてないんでね、成金に水をあけられておりますけれども。本当だよ、頑張ろうぜ。でも実力的にはね本当落語協会素晴らしいですから。ありがとうございます。この間天もね良かったですよ。ありがとうございます。お互い切磋琢磨して、はい、頑張ろうね、頑張ってまいりましょう、はい、ね、この回も頑張ってまいりましょう、うん、か次回の新日本の上げ落語会の方でございますけれども、3月の4日でございます。前売りが2500円の当日が2800円でございます。4月はお休みをいただきまして、5月19日が、満喫スピンオフでございます。来ました、満喫独演会、はい、ゲスト三遊亭健康師匠、満喫のエースを狙いなんていつもじゃないですか。前よりが、3000円の当日が3300円でございます。ここは邪魔しちゃいけないところここはね来てもらわなきゃいけないですね、はい、僕今日健康さん見に行きます。あ面白いですよ ね、 ね、キャンセル待ちでね、ほらもういっぱいあるんですよ、すぐね、まあ、売り切れになっちゃう。そうなんだ、俺も行きたいな、キャンセル待ちなんですよね。そしてあの私のスピンオフも決定いたしました。6月の7日でございます。タイトルは未定でございますけども、ゲストで、立川談笑師匠に、お越しいただきます。お意外な組み合わせですね。談笑師匠、前売りが3000円、当日は3300円でございます。お問い合わせはすべて東京0354788006、北沢タウンホールまでよろしくお願い申し上げます。それでは広瀬さん、改めまして、ですか大丈夫ですか、答えしても、大丈夫でございます。メッセージを一つお願いします。いや本当にね、あの前の2回は録音したのにボツになるし、すいませんでした。僕がいないところでよく知らない芸人が僕が知ってるし、ねえ〇〇じゃないから別に
どこ消すよこれ、まあね、ということでね、まあ、今日は本当に楽しく話をさせていただきました。やっぱり3人とも来てくれると嬉しいな。新日本の揚げポッドキャスト撮れてんのかこれ。